来週内閣改造を行いたいと考えております。安倍総理大臣は今日の政府与党連絡会議で来週内閣改造する方針を表明しました。自民党役員人事と合わせて10日にも実施される可能性があります。今回の人事では自民党の二階幹事長が続投するかや、日米貿易交渉の大枠合意をまとめた茂木経済再生担当大臣などの処遇が人事の焦点です。